ちょっと待って、危なスマホで見てたエッチな動画流れそうだった今ガチちょっと危な今サファリで開いてたあのたまたま拾ったエッチな動画が今大音量で流れるところだった。危なかった、はあ、マジ今心臓止まらなかったと思った。マジふざけてるよマジで。危な、しかも画面コードめっちゃ軽いから反射してなかった。大丈夫、反射してなかった今。ちょっと待って、俺ちょっと今焦って電源ボタン押したからまだ動画消してないんだよこれ。また開かなきゃいけないじゃん。小音にしてボリューム一番ちっちゃくしてだったら大丈夫だよ。あかん、待って何これ、どうやって消せばいいのこれ。うざ、オッケー、よし大丈夫。いや人妻ものじゃない。なんで限定なの、いろんなジャンル見るわ俺、 AV マニアなんだから。なんで人妻限定で見てんだよお前。人妻をよく見るのは同人誌の方ね。夏妻とかね、夏妻ワンツーとかさ、うん、ああいうのは見るけど、動画の方はそうでもないよ。結構、いろんなジャンル見る。今日たまたま見てたのが、三人登場するやつ。そう。三人登場するやつをたまたま開いてた。危ねえ、マジで。ツイッターでたまたま見たんだよね。で、ツイッターでたまたま見て、その動画の、なんか、右下にさ、あるじゃん。URL コピーみたいなやつあるでしょ。その URL をコピーして、メモ帳に貼り付けとくんだよ。そうすると、サファリで開けるから、誤っていいねとか押さなくて済むじゃん。で、一番怖いのは、なんかこうやってスクロールしてて、なんか、ポチっていいね押しちゃったら通知が飛ぶじゃん。俺のことフォローしてる人に、石川がいいねしたってバレちゃうから、それを避けるためには、ツイッターで開かないことなんだよ。でも、ツイッターの動画は、基本的にツイッターアプリで開くよ。まあ、X ね。そう。それをどうやったら回避できるかってなると、その人のつぶやきを、まず、URL をコピーするんですよ。URL を出してコピーして、その URL を、iPhone のサファリに読み込むと、こう横画面出てくるじゃん。動画だと。それで見れば、いいねを押すことないんで。そう。で、さらに、まあ、これはほんと動画によってはやっちゃいけないかもしれないけど、さらに、安全に見るためには画面録画。うん、さらに安全に見るには画面録画をすればもう間違いないことだと思いますけど、基本的には俺自分のメインのツイッターとかで見たりしないんです。そういうの危ないから。ステアカとか作ったらさ、めんどくさいじゃん、なんかその切り替えたりするのも。なんかそれでよくさ、なんか芸能人とかが誤爆してるじゃん。そう、なんか裏アカみたいなやつ、まあ、だってまあ俺のアカウントだって裏みたいなもんだけど、まあ、一応ねそうそうそう、なんか昔はよくやってたんだよね。そう、朝起きたら挨拶代わりにおっぱいとか、ガンガンリツイートとかしてたんだけど、まあ、昨今なんかもう配信告知アカみたいになってるから、よからぬことはやめた方がいいのかなと思って、しかも課金してるから、なんかバンとかされたらお金ももったいないしね。そう、なんでちょっと使いづらいから、もうなんか、めぼしいやつはコピーして、自分の iPhone のメモ帳にボコ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 って貼っていくんだけど、何が一番虚しいか知ってる？何が一番虚しいか。ウラルを貼ってることじゃないんだよ。いっぱい貼っていくと、どのウラルかどの動画方か分かんないじゃん。だから、ヒントみたいな感じで、自分なりにタイトルつけるんですよ。X に流れてくる動画ってタイトルなかったりするのよ。なんかちょっとこう、素人もんだったりとか、何の動画か分かんないんで、自分で勝手にタイトルつけるんですよ。それが一番恥ずかしいです。そう。一番、いや、それ見せられないです。それ見せられない。うん。それはちょっと、本当に、ケツの穴見せるより恥ずかしいんで。うん。さっきの動画のヒント、それちょっと教えられないです。うん、そう教えられない。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。